ね、今日はね、銀杏なんですけども、銀杏でもね、新鮮な時のやつね、結構私の動画では撮ってるんですけど、今回は、もうね、12月に入っちゃってからの起こった銀杏ですね。銀杏の結構旬というかね、一番美味しい時私が思うのは、10月のね、上旬ぐらいにとかね、まあ、10月中に採れた銀杏はね、これは割れた時にね、翡翠みたいな色をして綺麗なんですが、12月とかね、もう12月の半ばとか、まあそのぐらいの銀杏になっちゃうと、もうね、翡翠じゃなくてね、まあ黄緑色はしてるけど一部が黄色とかね、黄色になっちゃったりとか、そんな感じになっちゃってるので、その、違いっていうのを、見てもらおうかなと思います。で、この銀杏がね、12月の半ばぐらいに木から落っこって、で、処理した銀杏なんですけども、これをね、レンジでチンして、まあ、やっていこうかなと思います。で、まあ、袋はね、まあ、前の動画見てもらえればわかるんですが、私は、まあ、いちいち、こんな袋とかもったいないんで、こういう風な冊子を使って、こういう、こんな感じで袋を作ってやってるんで、まあ、前の動画を見てもらえれば、もう作り方がわかるかなと思います。で、だいたい今15粒ぐらい入れたんで、これを、レンジでチンします。でですね、新鮮な銀杏だとね、40秒から50秒ですね、そのぐらいで美味しく出来上がるんですが、このね、12月とかになっちゃったりとか、あと、下処理をね、してから、臭い皮を取っての下処理をしてから、ちょっと日数が経ってる銀杏だと、1分10秒とかね、1分10秒とかそのぐらいで、私はね、電子レンジで調理しておきます。で、電子レンジのワット数はね、500ワットでやってます。で、これで電子レンジでやってみたいと思います。電子レンジ。で、ですが、私の場合はこれね、小皿を置いて、まあその上にこんな風に、まあ直接電子レンジなんか置いちゃってもまあいいと思いますが、粒がね、この端っことかあると、やっぱ電子レンジって多分中心向かってこうなんか、マイクロ波かなんかこうなるんだから、ちょっと構造はあんまりよくわかりませんが、とにかく中心に対してこう寄っちゃってるとね、よくないので、まあ大体これがね、うまくまばらになるような感じで、中心にこんな感じで乗せるといいと思います。500ワットの1分10秒でスタート。さあどうでしょうか。パンパン割れるでしょうか。今50、あと50秒ですね。お、割れました。1分10秒経ちました。でね、これを取り出して中の色を確認したいと思います。さあどんな色になっているのでしょうか。はい、ああもうだいぶもう見た目が黄色くなっちゃってますね。新鮮な銀杏の時にね、こんな綺麗な銀杏、なかなか見ないですなんていうね、嬉しい書き込みをしてくれた人が、ね、してくれた方がいるんですが、ちょっとね、日が、こう、
立っちゃった銀杏とかね、もう特にもう11月の終わりとかもう12月入っちゃってから落ちたとか、あとは、12月の終わりでもまだしぶとくね、イチョウの木に銀杏がついてたのがそれが風とかでようやく落ちたっていうやつもね、下処理して、やっても、下処理してねすぐに食べたとしても中のね銀杏の色ってね、これ見てもらえると分かるけど、ほらなんかもう黄色っぽいんですよね。で、新鮮な時の、動画のねやつをちょっと写真撮って、このあの翡翠の色みたいなところの黄色っぽいのをね、この画面でちょっと見せしようかなと思うんで、まあ動画で見てもらえればこんな感じですっていうのが分かると思います。で一応これちょっと食べてみましょう。まあ普通の銀杏かなっていう感じなんですが、やっぱり本当の旬の10月とかあとは11月のまあ頭、まああとは11月の半ばぐらいまでですかね、まあそのぐらいの銀杏と比べるとやっぱり味は落ちますね。新鮮なこう銀杏ってこういう風にね黄緑色なんですよね。ですごいテカテカ光っててすごく綺麗なんですね。うまいですね。じゃあ食べてみましょう。これはね歯触りがすごく柔らかくてすごく美味しいです。まあ、まずくはないんですけど、もう食感もなんかちょっともちっとしたような、もちっとしたよりちょっともう硬いかもしれないですね。あの硬いお餅みたいなね、そういう感じですよね。ほらこれ抜いてこうやってもほらもうすごくね黄色くなっちゃってるんですよ。だからこれをね、あの多分12月入ってから落ちた銀杏を拾ってですぐに処理したとしても多分ねこんなようなね色でしたね。でこれはね処理してからもう何日か経っちゃってるんですが、まあねもうこういうこんな色になっちゃうんですね。これなんかさっきよりかはまあまだ緑っぽいですけど、まあ翡翠みたいな色からするとだいぶ黄色っぽいですよね。でこっちなんかはほらもう水分が抜けちゃってずっと電子レンジで調理されちゃってるんで、これなんかもうこの辺なんかカサカサになっちゃってるんですよね。新鮮な時ってのはねやっぱね内部に水分も多いんでこういう風にカサカサにならないで結構綺麗なね緑色のというか翡翠みたいな色で食べられます。こう向いてもね、もうこの辺が黄色っぽいですよね。この辺がやっとこさっとこう黄緑かなっていうあれですけど、でも透明なあの翡翠みたいな緑じゃやっぱりないですよね。まあこれね、こういう風に電子レンジで割れこうやると先端がこういう風にね割れるから、ただこうやるんじゃなくて割れたところをこう横掴んでこういうにグイッてやるとこういうにね開くんですね。そしたらこうすぐにこういうに取れるんでこう食べると楽かなと思います。もう一回やります。こうやってこう割れてるところをこういうふうにグッとやってこういうふうにやると楽に食べられます。まあね、もう12月入っちゃうと、まあこんな色の銀杏になっちゃうよっていう、まあね、そういう、動画でした。じゃあ、買えば大チャンネル、よかったら、いいねボタン、そしてチャンネル登録などしてもらえたら、非常に嬉しいです。それでは皆さん、さようなら。バイバーイ。